住川真一は日本のプロダクトデザイナー大阪芸術大学デザイン学科教授住川真一デザイン事務所代表東京都新宿区に生まれる1984年千葉大学工学部工業衣装学科を卒業同年よりソニーデザインセンターソニーアメリカデザインセンターに勤務する1992年 住川新一デザイン事務所を設立する。2016年には2016年、リオデジャネイロオリンピックパラリンピックの公式卓球台をデザインした。この卓球台には、東日本大震災で被災した岩手県宮古市産の木材を利用している。グッドデザイン賞審査員を13年間務めた。3次元カナダドル、3D プリンターをフル活用した。 人間工学的な局面設計を得意とする。バックパッカーと海外勤務を含めた世界57カ国の滞在経験を生かした自由奔放なデザインを手掛ける。安心感と緊張感を両立させるデザインを心がけている。ネガティブな要素がないデザインを貫く。趣味はフルマラソン。サキソフォーン、ギター、ピアノの演奏も行う。 2018年3月18日2018、板橋シティマラソン3時間22分49秒2010年7月23日、第63回富士登山競争4時間27分08秒、大阪芸術大学デザイン学科教員紹介。2019年4月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月25日閲覧。 abcdef プロフィール。住川新一プロダクトデザイン。新一住川デザイン www.01. アップ .so。net.ne.jp。二千十九年四月二十五日閲覧。abcdefhi g。住川新一研究者リサーチマップ。resarc e,、S e A R C、h map p j p。 2019年5月2日閲覧。ABCDEFG リオコリンの卓球台を生んだデザイナーの思想モアザンプロジェクト森さんプロジェクト2019年5月2日閲覧。ABC リオコリンのかっこいい卓球台は日本の技術の集大成ソニー出身のデザイナーが出掛ける。 ITmedia news,https://www.itmedia.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ1608スラッシュ16スラッシュ news079.html2019 年5月2日閲覧ラネット大会結果写真 runnet.jp 2020年5月23日閲覧。第63回富士登山競争。ラネット、ランネット、大会結果、写真。runnet.jp。2020年5月23日閲覧。3映画、東京2020オリンピックパラリンピック、卓球競技用公式卓球台、モチーフを公開ウェブマガジン、アクシスデザインのウェブメディア。ウェブマガジン。 アクシス。2020年2月22日閲覧。マウンテン住川新一、ワーク、プレイデザインラボプレイデザインラボ、プレイデザインラボ。2019年5月2日閲覧。現代アートと融合、伝統工芸に新商品 NPO が、仲介ふるさと納税返礼品に。佐賀新聞。 https://www.saga-s.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュラッシュスラッシュ2906822019年5月2日閲覧。abcdefg 住川新一注目のデザイナーデザイン情報サイト jdn jdn 2019年5月2日閲覧 pdweb.jp プロフェッショナルデザインの総合ウェブサイト www.pdweb.jp2020 年2月22日閲覧ニューデザインパラダイス www.fujitv.co.jp2019 年5月20日閲覧デザインコード sp 話題のものに秘められた深すぎる物語2016テレビ朝日 www.tv-asai.co.jp2019 年5月20日閲覧ありがとうございます。